シャシャンボとは、スツジカスの貴族の常緑を打火目。別名は、長場シャシャンボ、シャセンボ。漢字表記では、少々棒と書くがこれは当て字で、シャシャンボの実際の語源は、古語の差し部がなまったものである。日本の関東地方南部、石川県以西の本州、四国、九州、沖縄と、朝鮮半島南部、中国、台湾に分布する。地の海沿いに生え、 やや乾燥したところに多く見られる。庭木としても植えられる。サセボの地名の由来とも言われる。常緑紅葉樹の低木、または小高木。日本の巣の貴族の植物には小柄なものが多い中で、かなり大きな樹木になるものである。枝は当初は細かい毛があるが、やがて無毛となり、白くなる。葉は、長さ2.5から6センチメートルの楕円形、やや厚い角質で表には、 ツヤがあり、葉脈はややくぼむので、表面に網目状の溝があるように見える。葉裏の主脈状に小さな突起がある。葉園には細かい巨子がある。花期は7月頃で白色の象形の花が鈴なりになって咲く。花樹は草状で前年の枝の葉液から出て、やや横向きに伸び、多数の小さな葉がついている。果実は、 直径5ミリメートルほどの休憩の液化で、国子食に熟すと、白い子が吹いて食べることができる。これは、同族のブルーベリー類と同じく、アントシアニンを多く含む。ABC ヨネクラコウジ、カジタタダシ。バクシニウムブラックテアツムサンブ。BG プランツワミョウがインデックス。2012年7月25日閲覧。ヨネクラコウジ、カジタタダシ。 バクシニウムブラックテアツムサ部、バリエーションランキュラタムナカイ BG プランツワミョウ学名インデックス2021年8月21日閲覧松村明編シャシャンボ大地理に4.0三政度、2019年松村明編サシブ大地理に4.0三政度、2019年 ABCDEFGHI 平野隆久、監修 長岡書店編 1997P89 ありがとうございます。